霧は、囲碁用語の一つで、斜めの位置関係にある相手の石を繋がらせないように連絡を立つ手のこと。霧と表記されることも多い。動詞では、切る、切ると表現される。黒一に打つ手が、霧の一例である。五においては、弱い石を作らないように打つのが基本である。多くの石が繋がっていれば、大抵の場合強い石となり、戦いに有利に働く。 このためなるべく自分の石同士はつながるように、相手の石は連絡しないように打つのが基本的な考えとなる。このため切りは囲碁において重要な基礎技術であり、碁は段にありと述べる騎士もいるほどである。例えば上手では黒1の点に切るのが絶対の一手になる。同じ点を白に継がれると、白は連絡して非常に強い石となり、黒は 隅の二と辺の一に分断されて、苦しい姿となる。このように、霧は相手の石を弱い二段の石に分断し、戦いを挑む手である。もちろん打つ方にとっても、兵力を分けて用いる手であるから、ただどこでも切ればいいというものではなく、雛の石の強さを比べ、局面に合わせて打つべき手である。霧は常術のような戦いを挑む、手段以外にも、 様々な形で現れる。上手のように黒1につけ、白2の羽と変わって、黒3に切る手を、切り違いあるいは、付け切りと称する。裁きの手段として品質する。黒1と出て、白2の押さえと変わって3と切る一連の手順を、出切りと呼ぶ。敵を強く分断して、戦いを挑む手。高め定石の一置形。黒1の切りを捨て石にして、黒3。 5と隅を確保する。黒は、上手1と内側を切って、黒5までと運ぶこともある。白2で3の点について頑張っても良い結果にならないので、素直に切ってきた石を取っておくのが、セオリーさずで一見の黒石は取られているように見えるが、渦の黒1の切りが手筋。白2と変わってから、黒3と打てば、白がの黒石を取ろうにも、ダメ詰まりの試しに入れず、 黒が攻め合いがちとなる。このままであれば、白から A、B 両方の羽ね継ぎを先手で打たれる。黒1の霧を捨て石にして、黒3、白4を交換すれば、一方の羽ね継ぎを先手で防げる。こうした黒1のような小技の霧を、切り込みなどと表現することがある。黒1の霧から黒3と取り上げる一連の打ち方を切り取りと称する。状況によるが、 寄せとして10目前後の大きさがある。また石の根拠に関わる場合には、序盤であっても急がれる着点となる。ありがとうございます。